社会人サークル開催しているおしゃれグルメ会の石井です。いや今日は暑いですね。暑いと皆さん夜何食べてますか？私はお寿司とか、昨日はタイ料理の、タイグリーンカレーというのを食べました。結構タイ料理系の好きなんですけどね。あとということで、グルメ会の2、3回 お寿司企画をしたことがあります。ここですね、新宿のひな寿司というお店です。結構いろんな種類があって、食べ放題だから、どうかなと思いましたけども、ね、結構質量ともに、充実して内容がいいと思います。寿司の他にも茶碗蒸しとか味噌汁とかついて、もちろん飲み放題付きで、食べ放題でこの値段、5、6000円の値段です。ちょっとね、暑い季節、なかなか食欲がね、湧きませんけども、寿司ならいいっていう方は結構いますよね。私もそうですけど、普段は回転寿司とか多いですけども、たまにはこういうね、ちょっと高級っぽいお寿司屋に行ってもいいかなと思いますので、ぜひ40代、50代のあなた、結構お寿司好きの人いると思いますので、ぜひおしゃれグルメ会にアクセスして、一度、ゆっくり楽しみませんか。たまにはね、元気に頑張りましょう。ぜひお待ちしております。石井でした。